藤並中学校の和野です、えー、今回の DVD は、えー、前回の視野を伴ったファンダメンタルに、えー、続き、えー、そのファンダメンタルをいかにチームの力としてつな、えー、げるかという点で、えー、ビデオを作成してみました、えー、オフェンスの目的はもちろんシュートを入れることですが、えー、オフェンスをすることで 周りを見る状況を判断するそういったところでシュートが初めて打てるということで、えー、視野のの確保とということが、えー、一番の目的になります。では逆に、えー、ディフェンスは、えー、もちろん相手の点数を防ぐことその時に視野の遮断見れなかったらシュートも打てないだろう。 とととといいうう点でで目的としてては視野の遮断ということでえ考えてます多くの本気の大人に出会って子どもたちが成長して好きなバスケットをもっと好きになってバスケット全体裾野が広がることによって高い山ができて強いバスケットの日本のチームができるという考えに基づいて指導を行っています。